今週水曜日の収録になってるんですけど、まあ、一応ニュース的に言うと実はサミット明けなんですよね、うん、サミット上がったことももうなんか忘れられたような感じではあるけど、うん、でもこの間扱いましたね、うん、まあ、サミットなんかやってる場合ですかみたいなのを扱いましたけど、うん、だからサミット自体がやってる感じになっていて、うん、サミット、まあ、つまり G7 っていう括り自体が、うん、まあ、霞みかけていたところでウクライナ戦争問題で、これ幸いと存在意義を主張できる機会にあったと、こんな感じでしたね。それでですね、今日は宮台さんチャット GPT を、まあ、取り上げようと、まあ、チャット GPT をというか実はチャット GPT を入り口に取り上げようということなんだけど、 AI を取り上げようということなんだけど、ちょっと冒頭なんかありますこの、うん、まあ、今確かにネット上ではかなり話題になってるわけですよ ね、まあ、あとマスメディアもちょろっと取り上げたりしてるから、それなりに全体で話題になってるっていうふうに言っていいんじゃないですか、うん、まあ、YouTube 動画とか見る限りは動画視聴者のかき集めのいいネタになってる感じっていうのがある一方で、僕も、まあ、それに関連する語りっていうのをいろんな動画でね、それを主題にしたわけじゃないけど、するとやはりかなり誤解が広がっているっていうね、まあ、典型的なその誤解は、まあ、そのどういう局面を取り出すかにもよるけれど、生成 AI は人間を超えたと、っていうかその意味がね、最も典型的な誤解は人間が作れないものを作るのだっていうような誤解ですよね。でもそれはあれ大規模言語モデルを含めたですね、生成 AI の原理を理解していないんだなっていうことで結構愕然としましたが、まあでもそれはね、まあ逆に言えばポピュラーになった、それだけ皆さん の使える機会、まあユーザビリティが上がって皆さんご自身の問題になったっていうことだから、まあそれはそれでいいのかなというふうな気もしますが、まあ、身近なものになったってことは間違いないですね、うん、ないですよね。なんか突然言葉を喋るようになりましたからね。そうですね、がね、でもそうすると下手するとね、やっぱり悪か良かを駆逐するようなことにもなって、その過敏なですね反対論が出てくるとか、過敏なその賛成論が出てくるとかって、またいわゆるポラライゼーション、極化が起こりかねない。だから今日はやっぱり基本正しい原理的な知識を、まあ、最低限抑えなきゃいけないということですよね、はい、AI の中でも特にそのご専門というか一番そのご自分で研究されている分野ってのはどの部分なんですか。対話システムっていう、まあ、ジャンルで、うん、ちょっとニッチ、まあ、これまでニッチだったんですけど、うんうん、急にチャット GPT で、うんうん、まあ、ある種、まあ、お株を奪われたというか、うんうん、対話できるものってもうできてるよねっていうふうに言われてしまってますけども、うんうん、まあ、やっぱり対話するということ自体がもうこれまでにむちゃくちゃ難しい技術だったわけですね。私が、まあ、20年ぐらい研究を始めた頃っていうのは、うんうん、音声認識も、まあ、数百単語ぐらいしか認識できなかったので、はい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 、その音声認識をうまく駆使していかにこう人間らしいやり取りをするかみたいな、うん、まあ、そういうのをやっていて、である時ウェブがやっぱりすごく、うんうん、テキストが増えてきて、それを使って、はいはい、例えば QA ができる、まあ、ワトソンみたいなやつですね、うんうん、質問応答ができるようになってきた、うんうん、でその先に何かって言って、で私はまあ雑談をやろうとか、うんうん、まあ、そういう対話をまあ人間のようにやろうということをまあずっと研究してきたんです、うんうん、である時にディープラーニングがまあ対話に使えそうだと、もともと画像とかで使えたんですけども、うんうん、次のシーケンスを予測するというまあ一般的な問題として考えれば、うん、まあ、言語も他のメディアでも一緒なんじゃないかっていう発想で、うん、で、まあ、非常に高性能なものがまあ出てきた、うん、でその延長線上に 今があるっていう、そんな感じですね、うん、割と私もずっとそれを使ってきたり、研究にもちろん使ってきたりしていますけども、うん、チャット GPT とかはやっぱりちょっと いきなり性能上がったかなっていう感じはありますね。やっぱその分野のご専門のね、東中さんから見てもチャット GPT というのは突然なんかこうなんかなんていうんですか、ステージが上がったようなやっぱり凄さはあるんですか。そうですね、まあまあ、急に上がったというか、まあ、徐々に技術はやっぱり蓄積されていて、まあ、当然もう 3,4 年ぐらい前からディープラーニングで対話システムを作ってたし、うんうん、でそれなりに応答がやっぱりいいってことが分かっていたんですけど、うんうんうん、まあ、今日紹介するいくつかの技術とかでもやっぱりその、まあ、大規模にすることによる質のまず変化っていうのが起きるということと、あとインストラクションチューニングと呼ばれているその指示に応えさせるっていうことを教えるっていう、そういう営み、それにあとはまあもう一個はその人間がまあ
これがいい悪いって教えるっていう、そのものが積み上がった結果、すごく人間にとって受けのいいものができた、人間の社会に馴染みやすいものができた、それが、ある種のブレイクスルーにみんな感じている点だと思います。でも私としては割とシーケンシャルなんですよね。ジェネラティブ生成プリトレインと事前に学習されたトランスフォーマー、はい、トランスフォーマーって普通は電気製品の名前ですよね電圧を変えるものです。変換器ですよね、うん、でも変換器なんですかこれは。そうですね、変換器ですね。意味の表現を、洗練させていくような、そういうニューラルネットワークの構造があって、それをトランスフォーマーって呼んでいます。何を何に変換してるっていうふうに考えられますか、それは。単語の意味を一旦その数値に変換するんですよ。数値になるんですか。はい、単語って例えば100万語あったとすると100万次元のなんかベクトルが必要になって、どっかが1個だけ1になってて他全部0みたいな、そういうものが考えられるじゃないですか。やっぱ全部01なんですね。で最初は01なんですよ、うんうんうん、でもそれだともうすごいスパースになっちゃって、そうですね、例えばこの単語の後にこの単語が出てくる確率とか計算しようとするとスパースすぎて、うんうん、計算できなくなってしまうっていう問題があるので、一回このなんか1個だけ1が立っているベクトルをもっとデンスな、例えば768元とよく使いますけど、768元の数値列に圧縮するみたいなことをやるんですよね。それも01ですか。でもそれは違います、それはもう実数値、実数値なんですね、はい、実数値が700ぐらい並んでいるものに変換されるんですよ、それぞれの単語が、はいはい、でその単語っていうのを、例えばある意味表現があるんですけど、この意味表現を周りの単語を見て洗練させていくっていうことをやるんですよね、はい、つまりある特定の単語の意味表現これかもしれないけども、うん、この単語が周辺にあった時にはこの単語の意味は違うでしょって思うわけですよね、なるほどで他の単語とこう相対的に見て、この意味表現もうちょっと数値変えた方がいいんじゃないっていうことをどんどんやっていくわけですね。全部数字レベルでやってるんですね。それはでも数字である中では、はい、数字をこうなんかこう照らし合わせながら掛け算とか足し算とかしながら、こう数字をまず変えると、でそれを何十回20回やるんですよ、うん、そうすると最終的にいろんな周りの文脈を踏まえたような数値表現になるんですよ。一番もっともらしいのが出てくるんだ、はい、でそれが今何を表しているかというと、例えば次の単語を表している表現とかになっているように学習するんですよね、うん、僕らの頃は学生はね、図書館で1週間3冊しか借りれなかったんですよ。で検索リトリーバルなんていう便宜はなかったんで、大事だなと思ったら一生懸命読んで覚えたんですよ。そもそも本見つけるの図書カードだしね。そうで、ね、難しいでしょ。でいや不便だなって、皆さん終わらないんだよってことです。僕らそうやって覚えたので、覚えたものは別に検索しなくても血肉になって自分で使える。いやそれだけじゃなくて、覚えたものって発行するんですよね。でその発行の仕方は事前には予測不可能だけど、ある日突然、あつまりこういうことなんだみたいにやってくる。他のものとはケミストリーもあるからね。そう、いつもケミストリーのことなんです、うん、問題はね、うん、だからいや全部検索でググって大丈夫でしょう。いや君たち そのテンポラリーなその都度その都度の要求についてはそれで OK、 しかし君の人生スパンで考えた、つまり君の成長っていう観点から見た場合は違うよってことですよね。